より、いけません。警戒、いります。騎士団じゃなく、舞台に上がるより緊張するわね。戦いの空気苦手だ。柄じゃないんだけどな。てめえはまずぶっ殺し。指揮お疲れ。それにしても奴じゃん。まったく、迷い。わしの知る限り、お主が。おかしなこともあるものじゃのう。もし、やはり、わからぬ。ただ、懐かしさの中に多くの感情がよみがえる。もし、先生、こんなとこ行かねばならぬな。さて、お主には感謝せねばなる。知らぬわ。それはともかく、お主さ、何転んでおらぬ。先生、帰り。私の勘違い。あの谷には帝国のいずれの時代の文化とも違う権。もちろん谷は帝国。先生は随分当たり障りのない答えね。そう。そして彼らの残滓は無事盗賊を討伐できたようですね。彼らの魂が救われることを祈ります。しかし彼らがなぜ生徒たちを狙ったのか、背後にあるものを調べねばなりません。あなたは生徒たちが無用な心配をしなくて済むように支えとなってあげてください。あなたには期待していますからね。ところでザナドの様子はどうでしたか。あの谷は太古の昔、女神が降臨された地であるという伝承があるのですよ。天上におられる女神にとって地上での仮の住まいがザナドだったのでしょう。かつて聖者セイロスは天上の女神より神事を賜り、迷える人々を導きました。女神は常に天上に住まい、フォドラを見守っていてくださるのです。ですが古の時代、女神は自ら地上に降り立ち人々を救済したといいます。
全ての聖あるものの母として、全ての心あるものの支えとして。そうですか。教鞭を取るうちにあなたがセイロス教の敬虔な信徒となってくれることを願います。大司教、少しよろしいですか。わかりました。話の続きはまた次の機会に。女神とな、当たり前じゃが、わしは会うた記憶はないの。しかしどうにも気になる。知っておるような、おらぬような。ひょっとしたらわしは女神と共にザナドに住んでおったのかもしれぬ。そう、そのようなわけがあるか。アホーメ、わしは死んでなどおらぬ。こうしてお主と共にあるではないか。それともなんじゃ。わしは心残りのせいで天に、わしがそのように虚しい存在のはずはない。わしは白雲の章、果敢の説、夢中の反乱。アドラステアの南の海から暖かい風が吹きつけるようになると、フォドラの人々は雨季の到来を知る。激しい雨に打たれて傷んでしまう前に、娘たちは急いで白いバラで果敢を編み、思い人や親しい間柄の者に贈るのである。あなたの学級にまたお願いしたいことができました。実はロナート教が我ら聖教会に対して兵を挙げたとの知らせが入ってな。ロナート教は王国の少領主です。かねてから教団に敵意を示していました。すでにセイロス騎士団の先遣隊が彼の本拠ガスパール城に向かっている。ロナート教の兵力はわずかなものだ。すぐに鎮圧されるだろう。あなたたちはゴズメの騎士と共に事後処理を手伝ってもらえますか。とはいえ戦場では何が起こるかわからない。万一のため装備は整えておくことだ。失礼します。レア様、私をお呼びだとか。彼女が同行する騎士を率いるカトリーヌです。よろしくな。あんたの噂は聞いてるよ。何かあったら私らを頼ってくれ。彼女はセイロス騎士団屈指の勇士ですが、他の騎士たちも精鋭が揃っています。この課題で主に刃を向ける愚かしさを生徒たちも学ぶことができるでしょう。ありがとうございます。
合格？外の空気を吸ってきた。ああ頼みがある。聞こうか。この騎士団を雇う。すべて私と。助かった。騎士団ギルドでは私たちの騎士団も。市場にある。先生、フェリックスのやつを見ませんでした？ま、そん…先生、ちょっと頼みが。頼りになりますね。あら、ロナート様のそんな言葉あんまり。お願いがあるのだけど。
ありがとう、助かったわ。先生、嬉しいです。え、先生、実はお願いがあるの。いや、先生、そういえば、ん？先生、あら、ロナートさん、そんなやつか？あんまりよ。訓練は頼みがある。そうだ、ファーガスは王を追い継ぐ。感動です。助かった。ねえ、なんだかやはり。先生、王国で帝国毎年のよう、私のお願い聞いてくれるかしら。お礼をしなくちゃね、先生。そうさ、ガスパ、上司の息子。まだまだ。ガス、上司の、よう、頼みがあるんだな。
少しいいか。そのような場面を見かけ、もし まだまだ。料理の腕は普通ですよ。たまには料理。なるほど。そうだな。まぬえ。有田本床に落とし。私のことを無視しよったの？ことと次第によっては。